どうも、ピオキングです。今日はこのコースやっていきます。 With a Smile トロールバージョン5かっこリベンジ。まあ訳す前に一旦説明文読むね。今回は復習のトロールコース。よくあるギミックかと思うので、怒らないで笑顔で楽しくトロールってください。サンキューって書いてあるんですよ。だからこのコース名は笑顔でトロールをやってくださいっていう意味だと思います。それは制作者さん次第じゃないか。面白いもんを作ってくれるなら僕は笑顔でやれますけど、つまらねえもんだったらずっと無表情でやってやるかんだ。大丈夫大丈夫、僕の知り合いで吉健っていうすごい面白い人がいるから、それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.36%。 まあコースに関しては制作者さんの腕次第っていうところがあると思うんですよ。でも動画に関しては僕のトーク次第っていうところがない。まあそれだったら大丈夫ですよ。きっといつも通りつまんないと思いますよ。じゃあここはオンしていく。ガリバ君一緒やしょ。左ドッスンいなかったよな。あ、オンオフしたら出てくるっていう感じ。うん、ドッスンが出てこないよ。なんで今度上にいんだよ。怖い怖いよ。僕はどっちに逃げればいいんだ。下がる前に邪魔してた。右に誰か僕のスイッチ壊して。はちゃめちゃすぎんのよ。じゃあオンオフした瞬間すぐ右に逃げてみようか。でこの辺まで行けば大丈夫なんじゃない。オッケーだ。一旦落ち着こう。右まで行くでしょ。多分ここにいることは間違ってないと思う。であそこでブラパが出てくるから、これ下か。よく見る、進める場所がどこかにあるはずだ。一旦走って行ってみようか。そうしたらブラパちゃんはかわせる。でバネが落ちてくるでしょ。あいや、フラワーパンでもらっちゃっていいの？こんなんもらっちゃった僕無敵。貴様、このコース読めました。隠しブロックが多いパターンかもしんない。もしかブラパが大量に出てくるパターンみたいな。ほらほらここさ、もう上隠しブロックあるってわかるって。なんだお前。なにやのバレ、これ。あ、いけるんだ。でどっちなんだ。こう絶対2分の1だって。こっちは来い。じゃあ左しかないよな。オーケーオーケー。でこのブロックを壊してドアに入っていけた、そういうことですね。いけるか、頼む。邪魔だー。おい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 、お前どこまで来てんだよ。なかなか楽しませてくれるね、制作者さんよ。じゃあここはバーがあったからいけない。ジャンプしてドアに入っていきます。でこの次はぐしゃじゃねんだよ。チビになって進めということだったんですけど、どっからチビになりゃいいのよ。あ、ここでもチビになっていいんじゃない。でチビ状態であのボム兵を出して先に進めみたいな感じだと思うんだけど、ここバネ来るよな。ちょ、バネ。情けない子だったって。バネって、あ、初見殺しがすげえって。よしけん勘弁してくれよ。じゃあここに隠しブロックがあったから、これジャンプしていくのちょっと難しいと思ったけど、そんなことはなかった。もう嫌だ、もうゴールでいいよ。この先、絶対どっか土管があると思うよ。もうショートカットしていこうぜ。もうね、進める棒を進めていく。もうヒットとかかけて、なんかなんか来る。オッケーって、よし。かわしてるかわしてる。で上から進んでっていいんでしょ。であのカロンの甲羅トリード土管に入っていく。そうだ、毒でまー。これね、クリア率が低い理由がめっちゃわかるわ。やってみたらわかる。いつもと変わんないように見えるでしょ。めちゃめちゃ難しいんだよ。なんだボメ、さっきは出てこんやったやんか。何もだー。いやでもね、面白い面白い、ちゃんと楽しくできるように作られてるなって思います。でここなんだよな問題が。下に降りたらいけない、あ、ツタがあるじゃん。だからここ上を失敗。ナイス、成敗されてないでござるよ。僕が今からお前を成敗してやるからだ。さあここはどうすればいい。上のオンオンか。やめろー。俺がお前にやられるんだって思うな。永久サッカーボールの火星だね。生き返るか。もうやだ、こんな難しいコース笑顔なくしちゃう。僕のアイデンティティの笑顔なくしちゃう。僕の笑顔がなくなればみんなの笑顔もなくなっちゃう。でも僕頑張って笑うよ。まるで海岸を歩くキャンプレのように僕笑う。キモすぎやろ。わけわからんすぎるんよこのコース。わけわからんにはわけわからんで対抗よ。昨日皆さん何を食べましたか。僕は味噌汁にマヨネーズを入れてチョコレートをぶち込んでやりましたよ。さらには上から味噌ネーズ。味噌ネーズってなんだ。もうちゃんとやっていかんわ。この辺でパンを発動すればいいんじゃない。オーケーオーケー。そして扉に入っていく。さあそろそろ中間来る。頼む中間。
知り耐久ここで鬼畜すぎないか。でもすげえ簡単なんじゃないの。知り耐久練習なめるな。これささっきのヒント的にリフトの下に土管が2つあったんだよね。ブラパの下と確かこの辺にやっぱりあるよな。まあこっちの方から入ってってみようか。どうじゃないんだよ。もう制作者大概にせえよ本当に。でこれはどういう死体験よ。モーター、そんなところに引きこもってないで外に出なさいよ。なるほど、これさでも上に当たらなくないか。これビーム出してくれないと当たれませんよ。ビームを出してよ。お前は帰れ。大丈夫ならここは右だな。これで中間ポイントは俺のもんですよと。どっちだ。またお前か。今日の私騒がしくね。叫んでばっかじゃんか。動画出てけんだろ絶対に。走ってっていいと思う。ゆっくり行ってみる。あなたは来ない。真ん中は来るのか。来ないで。真ん中は来るっていうのが分かった。問題は一番右よ。一旦止めておこうか。そういう風に来るとね。もううるさいしかないって。うるさい以外何でもないで中間取れたの。やったあの10個いる方連れて行かれると思ったけど、そうか、何が行くかよ。さあ次の場所に行こうか。リンクって書いてる。リンクはどこにあるの。叩いてみようか。叩く、こんなところにあったのか。取らせろよ。いや、これ何もしないでいいんじゃない。まず右の隠しブロックを叩いておく。そしてリンクを出してリンクを取ればいいだけさ。さあ出して、ここでリンクを取ります。で走っていかないよ。絶対に隠しブロックがあると思うからね。あ、突き刺しでいかないってことね。だから普通に走っていきます。これで大丈夫さ。でここでオンオフを変える必要があるかもしんないよな。一旦変えておこうか。これで大丈夫なんでねえの。さあ行こう。でここで何か出てくるかもしんない。真ん中は特に何もない。あ、わかったよ。ここでパウは発動させるじゃん。そしたらブラパが出てくる。そうなんじゃない。ほらほらかかってんだよお前。これでも食らっとけ。さあ上は、上は特に何もない。ここで爆弾を出していく。爆弾は特に出さなくてもよかったのね。で昨日、お、なんかめちゃめちゃ順調じゃん。これはあ、わかったわかった。このつらら見て、下にさ陸地があるじゃん。だから左に行くのが正解。このブツブツ植物が、このオンオフする必要があったのかな。まあいいか、一旦しないで進んでってみようか。でパンもする必要はないと思うから先に進む。でここさっき勝手に壊れたよな。でキノコが出てきて、でこのつらないより早く先に進めっていうことだったよね。さあこれで中間ポイント。中間2がめちゃめちゃ早い。嬉しいね。でキノコダメって書いてたね。でどうせ、あ、なになになに、あ、ここでチビになっていけってか。でこれは蹴る、蹴らない？いやいや、僕は蹴らない方がいいと思うと思いきや蹴ってみる。もうグダグダじゃん。蹴った先にオンオフがあるから跳ね返って終わりっていう感じだと思うんだよね。ね、ねじゃねえんだよ。ではでは下に降りて右に進みますよと。でこのパンブロックはどうやって発動すればいい。右に USA キノコがいるって書いてる。 USA キノコを持ってこいってか。どうやってだよ。なら USA キノコを取ってしゃがんでおいてみようか。これで針開かせる。でもしかしてここ隠しブロック、あ、やっぱりあるよな。でパンを持ってブラパンを倒すと。でもう一個いると思う。これ後でいりそうじゃない。でこのバネに乗ったら上につららがある。だからためジャンプで先に進めるんですね。そうぐらい分かってんだよ。どんだけトロールコースをやってんだ。でこれはパフを持っていきたいから右の方から行こうか。これは魚か。読んでる。もうこのコースの全てを読んでる。いや違うんだって。これさパフ置けないかな。頼む、投げるなよマリ。置くだけでいいんだ。置くだけで。入れなくなったじゃん。いや、こっちが正解っていう可能性もあるもんだ。頼む、よしけー。これさ、もうゴールできそうな気しない。中間位置取ってからめちゃめちゃ早いような気がする。さあ、これでゴールはさせてくれないと。魚の中に鍵が入ってる。だから USA 記録を持ってくんなってか。こんなしなくてもいいじゃんか。そんなに罠に引っ掛けて楽しいか。だせさちゃん、僕は怒ってるんだぞ。さあそこの全国の子供たちよ、僕が今からカウントダウンを取るから、ゼロのタイミングで魚を投げる。そのタイミングで一緒に魚と言ってくれないかい。さあ行くよ。5、4、魚。
ここでクモを抜くでしょ。でどうやって当たろうか。もう一回引き抜いていいのかな。あ、引き抜いたら当たれると。でこれで魚倒せて鍵ゲット。で今度はチビのまま来いとかそんなことは言わないでくれよ。もうゴールあっていいんだから。これチビのまま行ける？ここで何もしなかったらいいの？何もしない。そうしたらチビに慣れますと。食いに落ちつつされるっていうことはない。もうカミカミでもなんて言ってるかわかんねえ。でこれで先に進める。あれ絶対ゴールだろ。今消したよなあいつ。絶対ゴール消したよな。そうだよな。これゴールだぞ。まあ、どうなんだろう。まあ、いや、先進んでってみようか。これで鍵は？鍵はないよな。土管にも入れない。あ、これが鍵かな。あ、やっぱ鍵か。え、絶対ゴール消したと思うんだけど違うんかな。まあこの先にゴールがあることを期待しましょう。ゴールか。ゴールはいつあるんだよ。まあ、待ってればさ、ボム兵が落ちてくるとかそういうパターン。いや絶対違う違う。じゃあ次か。次でゴールか。サンキュー。あんだ、そういうことか。今までのは劇場みたいな感じだったんですかね。ちょっと言ってることがわからないんですけど。さあこれでゴールだと思いますよ。ありがとう。いやちょっとちょっとちょっと、いや何もしないでいいと思うよ。そうだよな。やだいやすごい初見殺しの量でしたけど本当に楽しませていただきました。どうもありがとうございます。ちょっと待って、ここの右の土管入ったら何があるかすごく気にならない。中間ポイント戻しとかだったんかな。え、ゴーバックかな。まあ右に進めるよね、このピースイッチがなくなったら。さあ進んでみよう。もう一回戻れるんかな、それとも左にでゴールさせてくれますねみたいな。いやそれだったらめちゃめちゃ優しくないか。あ、リフトあるね。でもさ、戻ったらなんかいそうじゃない。よっしゃなるほど、別にこっち来とってもゴールできたんね。なんかしまんねえな。まあいいか、素敵なコースありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオオンプロード。説明文にスーッとだけなんですよ。これさ、コースの全貌を見たんだけど最初から最後までサムネみたいにオープンが設置されてんだよね。だからどうにかしてオープンをすり抜けながら進めっていうコースなんじゃないかな。いやこれめっちゃうざそうじゃん。もうピョンピョンなんて全然進めない未来しか見えないんだけど。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.26% で最速が9秒だったから時間もあんまりないと思うんだよな。でゴール条件がコインを50枚取ってからゴール。もしかして音符の中にコインが入ってるとかそんな感じなんかな。さあ始まった。これどうやって進むの。これだ、もういいってそれ。あ、左バネが出てきてんじゃん。あのバネを使えってか。最初のバネを使って勢いよく行けっていう感じかな。めちゃめちゃ気持ちいい。でこれいつ、ここでジャンプでもう一回ジャンプか。なんだお前、こんなコースあるんだ。めちゃめちゃ気持ちいいね。じゃあこのオープンの色がちょっと違うのがあるじゃん、赤いやつ。こん中に全部コインが入ってるっていう感じだろうね。だから最後もなんかあったんだよな。あれ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 、キャー出してー。最後の音符さ、上から叩いた方がいいのか下から叩いた方がいいのか分かんないんだよね。下から叩いてみようか。でも下からだったらさ、右に行ってしまう可能性があるから、ちょっとゆっくりでいいから、ここでジャンプ。きた、コインどっちもやっか。あれ以上の速い進み方が分かんねえって。じゃあ上からか、上から行ってみようか。上でもさ、針があったからちょっと難しいんだよな。ここでジャンプ、ジャンプからで針をかわせて。これさ、しかも音符を下がっていくうちにちゃんと音符から出てくる音の音程も下がってんだよね。まあ僕のうるさい声で聞こえないと思いますけど、最後はクリアしてみせるぜ。いやー、いた、いた、きたマジでめちゃめちゃ楽しかったこのコース。ナイスアイディアの一発マリオでしたね。どうもご視聴ありがとうございました。